寒いのに今日もサボらず学校来てんね。感心感心。つかもう1年過ぎちまったな。来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりか。その先なんか面白いことあんのかね。そんなもんかね。けどなんかいまいちだよな、今の3年見てたってさ。とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そうには見えねえよ。いいんかな、俺たちもこんなんで。なんか忘れてるっていうかさ。あれ、あの子なんかこっち見てね。つか何気に可愛くね。あんな子この学校にいたっけ。何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジ、そうだっけ。え、名前は。そこまでは知らないけど。んだよ、結局知らねえんじゃん。つか寮さ、年度の節目でバタついてて、人の出入りとか最近わかんねえよな。なあ、そういや聞いた、真田先輩もうすぐ出てくって話だぜ。ボクシング部の真田先輩知ってんだろ。ほとんど話したことないけどね。そりゃ卒業生は出てくでしょ。霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ生徒会長さんか。うちの寮だったんだよな。にしてもなんだろうね、あの子。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの。何かご用。あ、いえ、なんでもないです。なんかちっと思い詰めてる感じじゃなかった。でもしかして俺かお前に気があるとか。ありえないね。相変わらずそういうツッコミ可愛くねえよな。なあ、そういやゆかりっちさ。ああ、悪い、やっぱいいや。何を言いかけといて勝手にやめないでよ。いや、その俺らってなんで仲良くなったんだっけ。いや、深い意味はねえんだけど、ふとそんな風にさ。別に特別仲いいつもりもないけどね。たまたまじゃない。そうだったよな。でも不思議だよね。うまく言えないけどちょっとわかるかも。よくわかんないけどなんか変っていうかさ。そういえばさっきの子、やっぱ今日葉隠れいかね。久々に特製が食いたくってさ。と、中根ねって。1階の高校生ですから僕。てか俺ら友達っしょ。キャッチボールで友情育んだっしょ。ってありゃ未遂だった。いやいや、それよかちょっと聞いてくれよ。さっきまた鳥海先生に呼び出されて、4月からの抱負なんて別にないっつの。ヘラヘラしてたら真顔で諭されちった。なんかあの人妙に真面目になってね。もうケーキには釣られないって友近が嘆いてたぜ。ああ、そういや友近から聞いたか。4月から来る先生女ばっかだって。あいつすげえはしゃいでてさ、
目も当てらんない浮かれっぷり。ま、俺には関係ないけどね。俺には大切な人が。ん？いたよな。いや、別に嘘じゃねえって。こんな悲しい嘘つかないって。ただいたよなってさ、俺すげえ大事なことを忘れてないか。絶対忘れちゃいけないようなこと。終わり。ラメはパス。なんか引っかかるっつうか、わかんねえけど、思い出さなきゃいけないような。よう、なあなあ、俺今すっげえいい話持ってんだけど。聞く？っていうか聞く？しょうがねえな。いいか、これ極秘情報だからな。4月からうちの学校に女の先生が3人も来るんだってよ。エミ、カノー先生がいなくなってからさ、花がないじゃん。鳥海先生はなんか裏ありそうだし、大西は薬品マニアで怖えし、寺内なんかインド行くとか言ってるしさ。てか普通は保健の先生って女だよな。5万歩譲って男でもあれはないよな。あれ保健室サボり撲滅作戦だよな。って、お前なんか顔色悪くない？噂をすればの保健室行き？悪いけど俺は付き合わないぞ。あれが保健室とは認めてないもんね。あ、そんでね、その先生たちが挨拶に来るらしくってさ、職員室で張り込もうと思うんだけど、お前も来る？お、さすがですな先生。ほら、来年は洗濯授業とかあるじゃん。洗濯してから後悔しないよう事前調査が大事よね。で、あれ今日って、もしかして、うわ、やっべ、ごめん、俺先帰るわ。ダラダラしてるとあいつが来る。妹、4月からうちの生徒なんだけどさ、見学したいとか言ってここ来るんだよね。見たいなら一人で見ろっつーの。あんなやつ連れて学校歩くとかほんと無理。ああ、年上の妹だったらな。ってわけで俺帰るよ。悪いな。ああ、もうかったるい。先生たち見たかったな。4月までなんて待てない。ああ、4月からうちの妹来たらさ、お前に紹介するよ。超うるせえけど、お前の前ならおとなしくなるかも。さっさと持ってって。ああ、でもそしたらお前が将来弟か。それもどうかな。って、やべやべ。じゃあまたな。よくない？ごめんね、そんな時に。ごめんね、
のさ、ちょっとお願いがあって。お母さんに会ってほしいんだ。あのね、変な意味じゃなくて、私ね、お母さんと会う約束したけど、やっぱまだちょっと怖いんだ。顔見たらさ、ひどいこと言っちゃうかもだし、お互い傷つきそうっていうか、お母さんを傷つけそうっていうか、まだきちんと整理できてなくてさ、会いたいとは思うんだけどね。だからあなたが一緒にいてくれたらなって。あ、気の利いたこととか言ってくれなくていいの。そばにいてくれるだけで勇気出るっていうか、なんか優しい気持ちでお母さんに会える気がするんだ。だからもし迷惑でなければ、どうかな。ありがとう。じゃあすぐ日取り決めるね。ずっと伸び伸びにしてきたから。けどごめんね、面倒な家庭でさ。あのさ、私がもっと問題のない人だったらよかったとか思ってない？ちょっと真顔で言わないでよ。大丈夫、ふざけて聞いてみただけだって。もうすぐ春休みだね。早いな、もう3年生か。で、卒業して進学とかして社会人？わあ、なんか想像つかない。それまで私たち一緒にいると思う？私もそう思うよ。ね、じゃあ近い未来の話。春休みどこか行かない？ディスティニーランドとかどう？二人でだよ。他の人とか誘っちゃダメだよ。泊まりがけとかで。二人で外泊とかしたら寮の人たちにバレちゃうかな。ちょっと恥ずかしいね、それ。詳しいことはまたね。春休み開けておいてね。あ、今から帰り？じゃあ私も。言いたいとこなんだけど、今日は行くとこがあるんだ。ダメ。あ、でも、やっぱダメ。今日はね、区立の図書館まで行こうと思って。学校の図書室あんまり専門的なのないんだよね。スポーツ生理学とか今勉強しててさ。だから今日は先帰るね。ごめんね。けどせっかく会ったし、もうちょっとだけ話したいな。ねえ、玄関まで見送って。じゃあここで。早く帰って勉強しなきゃ。もうダメだって。ほら、前にさ話したでしょ、夢見つけたって。私今までそういうのなくてさ、ダラダラしてたから。ぶっちゃけ成績悪いんだよね。取り戻すの大変なんだ。だから頑張らないとね。もうすごくすっごーくあなたと
と遊びたいけど、一緒にいたいけど、ちょっと触ったりしたいけど、我慢我慢って言い聞かせてる。がっちり夢掴んで胸張ってあなたの隣に立ちたいから、隣に並んで歩いていきたいから。私すっごい魅力的になっちゃうと思うな。きっと惚れ直しちゃうと思うよ、なんてね。だから今は我慢。あ、ほら、試合で全力出し切った後に食べるご飯って世界一美味しいじゃん。そんな感じで私たちもちょっと我慢して距離置いた方が後で。ってバカ、何言わせんの。そういうわけだからさ、またね、今度遊ぼうね。あっ、悪いな、見ちまった。お前マネージャーと付き合ってたのかよ。そういやあいつ最近やたら張り切ってたけど、お前がいたからってことか。俺の膝と分厚い本見比べて、この筋肉はとか、痛めたのはここでとか、マジで詳しくなってやがった。愛のパワーってすげえな。まああいついいやつだよな、泣かせたりすんなよって俺が言うことでもねえか。相手がお前なら安心だな。あ、そうそう、お前に話があったんだよ。俺病院行ってきてさ、膝の定期検診、結果はなんと。もう全然問題ないってよ、好きなだけ走っていいって。思わず医者に抱きついちまって危うく締め落とすとこだったぜ。そん時医者にも言われたんだけど、俺さ、あのまま続けてたらどうなってたんだろうな。焦って無茶して、てめえのことばっかでさ、思い通りにならないことにムカついて、で意地張ってまた無茶して、どんどん悪化して、バカみてえっつうか、ガキだったなってさ。甥っ子のためとか言いながら結局自分のためだったんだよな。お前にも部の連中にも親にも心配かけてたのに、ずっと気づかなかった。甘えてばっかでさ。サンキュー。まあ遅くなったけど、気づけたんだから上出来だよな。ありがとな、お前がいなかったら今の俺はねえよ。俺はこれからもっと頑張るって誓う。お前にみんなに恩返しできるように、一人で突っ走んないで周りを見ながらな。難しいけど。というわけでさ、お前に一番に報告したかったんだ。じゃ、職員室と部活に顔出してくるわ。またな。お前大丈夫か？疲れた顔してんな。今日はもう帰って寝ろよ。体調管理も練習のうちだぜ。春の大会には一緒に出るんだからな。ぼやぼやしてると置いてくぞ。みんなに心配かけちまったよな。こんな時は宮本家家訓、借りは体で返せ。見てろよ、すっげータイム出してやるぜ。いや、君か。
顔色が悪いが、この陽気にやられたか。だいぶ暖かくなってきたからな。もう3月だもんな。君に話しておきたいことがあるんだ。まあこの先も同級生として機会はいくらでもあるだろうが、それでも今のうちに、僕が生徒会の一員であるうちにね。僕は生徒会を辞めるよ。と言っても今期はもう終わるから、来年立候補しないというだけの話なんだが、タバコの件でね、いろいろ考えさせられた。ああ突然だが、この国は幸福へ向かっていると思うかい？そうか、僕にはそう思えなくてね。君はまっすぐな人間だからな。君の目に映る社会はまた違うのだろう。1月頃まではカルト宗教だかの怪しい動きもあった。希望を見つけられない社会、多くの人にとってはそれが現実だ。そんな国が変わっていくには何が必要か、僕はずっとそれを考えていた。かつての僕の答えは、権力者による改革、それが唯一の方法だと思った。だが権力を振りかざすだけの改革は様々な歪みを生む。あのタバコ事件でそれを痛感したよ。僕の未熟さもね。そして僕は別の答えにたどり着いた。今必要なのは教育じゃないだろうか。社会の構成員である一人一人が持つべき心というか魂の教育、僕はそれが必要だと思った。だから僕は教師になろうと思う。社会を形作るのは我々個人だからね。人を育てることは社会を育てることだ。向いてないって笑うかい？そうか、僕は精一杯やるつもりだ。話はそれだけだ。お礼を言いたかった。君のおかげだ。ありがとう。そういえばあのタバコ騒動の話はもう誰もしていない。取るに足らない小さな事件、僕以外にとってはな。僕はあの出来事を一生忘れないだろう。もちろん君のこともだ。ありがとう。アンドレ・ロー、アンドレ・ローラン・ジュンジュン。長いな。武士の名は潔く一文字であるべきだ。お前か。この手紙学校に届いたんだよ。うちの生徒宛てらしいんだが。あ、これお前宛てか。
妙なひらがなでお前の名前が書いてある。差出人はアンドレ…あ、なんとかだ。そんな異国風の直した生徒などいたかな。うちのクラスだったのはベベだしな。こんにちは、ベベです。漢字が難しいのでひらがなばかり、ごめんなさい。日本でいっぱい勉強したけど、ベベまだ下手です。辞書を使って書いてるでござる。ベベはおじさんに着物見せた。おじさんいっぱい褒めてくれた。日本をいい国だ言ったです。ベベすっごく嬉しかった。だから日本にまた行くとおじさんに言って、いっぱい言っておじさん OK 言った。しかしベベ日本行かないにした。ごめんなさい、戻ってくる言ったのに嘘つきです。ベベ知らなかった。留学の援助をしてくれた人、おばさんだけじゃない。おじさん、親戚、近所、たくさんの人だった。みんなまた日本に行け言ってくれた。お金出す言ってくれた。しかしおばさん死んで、おじさん悲しいです。おじさん無視してベベ日本で楽しいのはできないことです。みんなのお金でベベ遊ぶのはできないことです。日本を知ること、日本の勉強、フランスでもできることです。だからベベフランスに残る。いつか自分の力で日本行くです。ベベ洋服学校入りました。お主と作った楽しかったですから、学校のコンテストに作って出した。ベベ一等もらった。一等の服に名前つけました。という素敵な名前です。ベベの大好きな名前です。日本、フランス、お主、ベベ、遠く離れてる。しかしいつもそばにいるです。見えなくても変わらない。毎日楽しかったです。毎日いっぱい楽しかったです。いつの日か会えると嬉しいです。大切な友達へ、ベベ。しないでね。保健室で少し休んでから帰ったら。あ、私職員室に行くんだけど、1階まで一緒に行かない？少しでも一緒にいたいなって。
職員室の前までだけど、行こうか。学校で並んで歩くのってちょっと照れちゃうね。職員室に用か、山岸。私メカブ作りたくて。メカブ？ワカメの？なら海に行かんとな。メカブじゃなくてメカブ、メカの部活です。部活？部を作りたいってことか？山岸は面倒ごと持ってくる。というか今は3月だぞ。4月にしなさい。4月。でもすぐ作りたいんです。頑張って部員も探しますから、部の許可を。なんて、部員集まってないのか。話にならんな。5人は集めてこないと部はできんぞ。じゃ、そういうことで。いなかったし、思い切って部を立ち上げたらどうかなって思ったの。同じ趣味の人がいるかもしれない。そしたらお話ししてみたいなって。ちょっとドキドキもするけど。だけど美術部の方も活動を続けるよ。忙しくなりそうだけど、できるだけ頑張りたいんだ。ドーンとぶつかるっていうのかな、そんな気持ち。ねえ、来年も美術部続けるよね？よかった。私来年もあなたと一緒の部にいたいし、来年こそは同じクラスになりたい。寮でももっと顔合わせたいし、もっと一緒にいたい。もっとばっかりだね。あなたも私にわがまま言っていいんだよ。私じゃ頼りないかもだけど、もっと仲良くなりたいから、もっと近づきたいから。私早速部員募集しなくちゃ。ポスターも書かないと。じゃあまたね。私の部屋でゆっくり話したいな。じゃあ本当にバイバイ。どうしたんですか？なんだか調子が悪そう。早めに帰ってください。出ないともっと悪くなっちゃいますよ。私は今このって、すみません。こんな時に自分の話を。
話しますね。大した話じゃないんですけど、見てください、この掲示物。先生と生徒の熱愛歴史、恋愛は自由です。悪いことじゃないはずです。それが教師と生徒では問題になるのも分かりますが、だからってこんな風に茶化していいものではありませんよね。私、新聞部に抗議してきます。あ、一人で大丈夫ですから、一人で行ってきます。先輩、ありがとうございます。私、一つ決めたことがあるんです。ささやかなことなんですけど、来年も生徒会に入りたいなって。私が変われたきっかけ、それは間違いなく先輩で、その先輩に出会えたのは生徒会に入ったからだと思うんです。だから私、ここで頑張ろうってそう思ってるんです。だってもっと自分を好きになりたいから、そして先輩にもっと好きになってもらいたいから、あなたの一番でいたいから。だから、あの、好きです。やだ、私、学校でこんなこと。すみません。それじゃお先に失礼します。次は一緒に帰りましょうね。私、行きたいところがたくさんあるんですよ。一つ一つあなたと行きたいです。よ、お前か。学校で会うのは珍しいな。俺は普段部室へ直行してるからな。今日は部活へ出る前に校内をいろいろ見て回ってる。もう最後だからな。長いようであっという間のようで、やはり長かった気もする。3年間ひたすらにボクシングだけ。それだけだったか。あ、いや、寮の奴らと出かけたりはしたな。お前とは一緒にパンケーキも作って。楽しかったよ。寮が同じでなければお互い全く知らないままだったかもな。不思議なもんだ。俺はもうすぐ寮を出ていく。だが、お前の先輩であることには変わりない。何かあったらすぐに呼べよ。真っ先に駆けつけてやるさ。シンジ、いや、荒垣を覚えているか。シンジも一緒に卒業するはずだったんだがな。傷害事件に巻き込まれるなんて、未だに納得できない。あ、大丈夫？顔色が良くないようだけど、貧血か何かかな。一緒に保健室行ってあげようか。で、実はちょっと行きづらいんだけどね。僕、君には先に報告するよ。僕ね、志望の医学部を受験して、落っこちちゃった。人生で初めての挫折かな。
そんなわけで春からは浪人生、引き続き勉強漬けの毎日だ。手応えは悪くなかったんだけど、試験って時の運なところもあるし。前の僕だったら諦めてたかもしれない。基本的に根性ないからね、僕。けど今は違う。医者になって一人でも多くの人を救いたい。大切な人を守りたい。大切な人を守る方法っていろいろあると思うんだけど、僕ができるようになりたいのは治すっていう方法なんだ。だから僕はもう迷ったりしない。また来年チャレンジするよ。今度はぶっちぎりで合格してみせる。ありがとう。僕は君に支えられて少しだけ変われた気がするんだ。僕は一足先に卒業しちゃうけど、君のこと忘れないよ。本当にありがとう。僕が医者になったら君はフリーパスで見てあげるから、それまでどうか元気で。約束だよ。って今が具合悪そうだもんね。体大事にしてね。お、ちょうどお前を探してたんだ。これ早瀬からお前に届いたよ。惜しいことをしたな。あの学校もいい選手だったんだな。まあこれで来年はうちの完全勝利ってわけだ。じゃ渡したからな。元気か？住所がわからないから学校に送る。俺は元気でやっている。仕事にも慣れてきた。実はな、陸上のことなんだが、俺はもう陸上を続けることは完全に諦めていた。諦めてはいたが未練はあった。情けないことだが俺には陸上しかなかったからな。そんな俺を見かねたのか、工場長が力を貸してくれてな、陸上チームを作ることにしたんだ。チームといっても工場の仲間中心の小さなものだ。仕事の後とか休日に練習して、こないだは琵琶湖で遠泳したりな、比叡山に登ったりもした。前みたいにトレーニングマシンとかないからな、効率は悪いだろうが楽しくやってる。遊び半分のメンバーも多いし、本格的な練習はなかなかできないが、まあ俺にはちょうどいいハンデかな。お前もまだ続けてるだろ。お前のことだからこれからもぐんぐん伸びるだろうな。自分のことのように楽しみで不思議な感じだな。あ、いつかまたお前と戦いたい。お前をライバルとして今度は俺が努力する番だ。目標があるというのは楽しいことだな。忘れていたよ。そうだ、お袋の具合が良くなってるんだ。空気のいいところで療養生活しててな、親戚やヘルパーさんたちに家に来てもらって、弟たちも元気でやってる。俺は今とても充実しているよ。
守りたいものを守れてるというか、そんな充実感でいっぱいだ。そう感じられるのもお前のおかげだよ。ありがとう。じゃあまた会おう。どうした？顔色が優れないの？疲れか？くれぐれも無理はしないでくれ。すまない。ここでそう呼ぶのは抑えなければ。差し支えなければ少しだけ付き合わないか？今日はこの後外せない用事があるんだわ。それまでの間君と話したい。ありがとう。ではそうだな、生徒会室に行こうか。見ておきたいんだ。なんだか懐かしい気がするな。受験でしばらく遠ざかってただけなのに。受験の発表はまだだが、手応えからして合格しそうだ。晴れて春からは大学生というわけだ。ここからの景色も見納めだな。今日はあまり時間がないんだ。これから宗家で勉強会があるからね。今の霧城は強そうに見えて脆い。いつ足元を救われてもおかしくない。私がしっかりしなくてはな。あるさ、君にしかできないことがな。私が疲れた時、君以外の誰が気晴らしに付き合ってくれるんだ。霧城ではない。ただの私が安らげるのは君がいるからこそだ。あの寮ともお別れだな。少しずつ荷物をまとめているんだが、はかどらないんだ。この本はあの時の、この服はあの時の、この写真はっていちいち思い出して、短く濃い3年だったな。あっという間だった。特に君が来てからの1年はな。寮ですれ違うたび、言葉を交わすたび、胸がどうにかなりそうだった。私にこんな気持ちが眠っていたとは知らなかったよ。この学校に君が来なかったらどうなっていただろうな。私は君と出会えなかったら、いいなずけと結婚を決めていただろうか。それともバイクで逃げていたか。運命とは不思議だな。だがまあ、過ぎ去ったものにとらわれていても仕方ない。私にはやるべきことがあり、霧城家と私自身の未来がある。君の未来でもあるんだぞ。分かってるか。そのうち宗家に顔を出してくれ。なに、挨拶程度だ。まずは顔をつないでおかないとな。そろそろ時間だ。私はもう行こう。また寮で。と言っても今夜は遅くなる。休日にでもゆっくり過ごそう。二人きりで。寄りかかりたい時は君が支えてくれるんだろう。そう、これは君にしか頼めないことだ。他の誰にできるか言ってみろ。少し意地悪だったかな。だがもっと君は思い知ればいい。私がどれほど君を必要としているなんてな。それじゃ失礼する。それにしてもミス・トリウミ、最近変わられましたよね。イエース。担任としての責任感が more and more。
先日のレッスンも興味深かったです。ずいぶん予習されてますのね。ティーチャーとしてのパッションが以前とは段違い。ダンチですわね。ダンチ、ええ、最近はちゃんと予習というか勉強してるんです。教えること、教えたいことをどうやって伝えるか、その手法とか今頃って感じですけどもう時間をだらだらと目先の楽しみのために使うのはやめたんです。 Wonderful! 素晴らしい発想のチェンジです。何が You をそうしたのですか？だらだら過ごしてた時にある人と出会ったんです。それで我が身を反省したというか、ある人、人？人だよね。 OK OK、 わかります。私にもセイム体験あります。私がダーレンと出会ったのも今思えば運命という名のフォーチュン。運命という名のフォーチュン頭痛が痛いよりびっくりだわ。あ、私みたいな独身には辛い話ですわ。はい、じゃあ私はこれで。あ、どうしたの？何か用？なんだか顔色悪そうね。保健室に。何か落としたわよ。ミスター、学校に携帯は、あら、その画面、ずー、縦に読んでね。きっ、まあ、素敵な告白の絵です。このメッセージ、ユウが作ったの？大切な、っていうか、どういうこと？この画面、あなたがどうして、まさかネットに出回ってるの？だけどあれは繋いだ人しか、まさか、嘘、あなたが N 島？私、あんなこと、こんなこと、うわ、いや、いやもし会えたら言いたかったことがあって、私あなたのおかげで変われた。だから感謝してる。ニヤニヤしてんじゃないわよ、ぶっ飛ばすわよ。あのね、もしよければ、よければ、食事にでも。
できるか。あ、先輩、よかった。後頭部に一人で来るのはちょっと心細くて。今日は真田さんの忘れ物を届けに来たんです。ああ見えて真田さんって抜けてるところがありますよね。忘れ物って思い出したんですけど、荒垣さんっていたじゃないですか。少しの間だけ寮の。全然喋ったことなかったんですけど、この人のことを考えるといつも苦しいような悲しいような、でもすごく大事なことのような、よくわからない気持ちになって、僕は何かをしなくちゃいけないって思ったりするんです。何かはわからない、どうしてたろう。あ、すみません、先輩には言いやすくて。先輩は僕の話をいつだって聞いてくれるし、紅茶も一緒に買いに行ってくれたり、僕を一人の人間扱いしてくれるから、あの、ありがとうございます、いつも。僕まだまだ子供ですよね。早く大人になりたいけど、いくら背伸びしても実際は守ってもらう身で、誰かにかばわれてばかりで、僕はいつか誰かを守ることができるんでしょうか。あ、お前あれだろ、うちの店で坊さんと話してたやつ。坊さん、お前のこと気にかけてたぜ。こないだ店に電話あってさ。そういや、お前宛に伝言があった気がしないでもない。なんだっけな。そう睨むなよ、ちょっと待ってろ。あったぞ、これこれ、ちゃんとメモ取っといた。俺意外としっかり者なのよ。字汚ねえな、誰だよこれ書いたの。女房とせがれを見つけた。久しぶりに会ったガキはろくでなし。女房は相変わらず怖え怖え。あれは鬼ババってなんだよ、うるせえな。電話してんの。あ、書くなよこれ。いろいろあったが、頭下げまくって元の鞘に収まった。まあラブラブってやつだ。しょうもねえ。だがちっぽけなプライドより頭下げる勇気だな、必要なのは。おめえに教えてもらったよ。じゃ、元気に。縁がありゃいつか会えるだろう。以上、多分漏らさず書いたぜ。あ、悪いけど坊さんの連絡先は知らねえぞ。向こうも言わなかったしな。ま、坊さんの言う通り、縁がありゃまた会えんじゃね。縁ってのは神様が結んだ糸っつうか。あ、坊さんは仏様か。とにかくそういうことで、縁があったらうちの店でパーッと頼むわ。坊さんからボトルキーもらったんだろ。だったらボトルは置いとくけど、お前が飲めるまであと何年だ。
ま、特別に取っといてやるよ。それまではおとなしくジュースだな。また来いよ。いらっしゃい。噂では葉隠れさんの隠しメニューにも一役買ったと伺ってますが。ああ、聞いたことはありますよ。まかないを横から取られて食べられたらしくて、鰹節ブロックを刻んでインって言われて、やってみたら美味しかったって。今は隠しメニューになってますよね。私も好きです。うちの若津でもいくつかメニューを考案してもらったんです。うちのコーヒーを有名にしてくれたのも何を隠そう彼末光くんですわ。まあ見た目も言動もなんというかエキセントリックですけども、食に対しては知識が豊富で味覚も鋭くて、大食い早食い自慢の輩とはわけが違います。この辺りの飲食店で彼を知らない者はモグリでしょうね。そんなにですか？では彼がここを旅立ち全国を回ると聞いた時は？そりゃショックでしたわ。ですけどこうやって彼の活躍を聞けるのは嬉しいです。今度本を出されるとかとっても楽しみです。離れてても彼を感じるっていうかやだ、今の流さないでくださいね。この商店街にキング末光の銅像を建てるなんて話もあるようですが楽しみですわ。毎日なでなでしちゃおっと。あ、地元の学生さん、ちょっとお話いいかな。この辺りでグルメキングって言われてた高校生のことを知ってる？え？彼は食以外にはあまり興味がないって聞いたけど、つまりこの辺りの人みんなに親友のように親しまれてるってことかしら。ありがとう。私も一度会って話を聞いてみたいわね。いやいや、久しぶりじゃな。しばらく見ないうちにまた一段と大きくなったの。おじいさんったらそんなにすぐに大きくなりませんよ。きっと私たちが縮んだんですよねえ。そうじゃったか。こりゃ一本取られたのなあ。この本の虫、思い切って改装しちゃおうと思うんじゃよ。月光の信仰者に負けないようにフレッシュでアバンギャルドな店にするんじゃ。いや、そうかい。
それはそれで嬉しいね。今のわしらを褒めてくれてるようで。新校舎といえばね、あの柿の木、学校が植え替えてくれることになったのよ。学校が見下ろせる高台に特別にね。あの子、たくさんの生徒さんたちをこれからもずっと見届けられるの。柿の木はあの子じゃない。そう分かっていても嬉しいものね。その話を聞いてからばあさん泣いてばかりでな。ほら、笑って笑って、あばばばば。まあおじいさん、入れ歯が出てますよ。だからね、私たちももっと頑張るわ。月校の生徒さんの力になれるようにね。でも本当に大きくなったわね。きっと何かを乗り越えてきたのね。またいつでもいらっしゃい。待ってるから。お前さんに宣伝してもらえば月光星が押しかけへしかけ大繁盛じゃ。ばあさん、ナイスじゃろ、このアイディア。もうおじいさん、迷惑になりますよねえ。それは言わないお約束じゃ。お前さんは孫みたいなもんだしの。おじいさんったらもう。君は。ああ、確か私だよ。舞子の父親だ。一応ね。よかったら少し話さないか。思い出話でもしたい気分なんだ。じゃあ少し歩いてしまうけどいいかな。たこ焼きおごるよ。朝このは美味しいんだって知ってるよな。ここにいると思い出すんだ。舞子と来たこととか、家出した時もここにいたな。あの子はここのたこ焼きが好きだったな。あの子いい子だろう。本当に僕の子かと思うぐらいにね。舞子から手紙が届いてね。向こうの生活が細かく書いてあった。友達がたくさんできたそうだよ。それとウサギの飼育係になった。朝早く小屋の掃除をするんだと体操服を忘れて怒られたり、宿題を忘れて友達に移させてもらったり、結構ドジなところもあるんだな。あまり知らなかったよ。あとはね、笛のテストで褒められてみんなの前で発表したそうだ。学校の隣に公園があって、友達と遊んで帰るって。母親ともうまくやってるし毎日楽しいと。楽しいか、罪な言葉だよ。こっちは家に帰っても一人。広いんだよな部屋が。あの子も父親一人分部屋が広いのかな。大人の都合で振り回して本当にかわいそうなことをしたよ。ところで君は、いや、あえてお前は舞子に随分好かれているようだな。手紙にも書いてあった。だから牛乳をいっぱい飲んでる。お兄ちゃん
けんなこの青二歳が。ま、舞子の純真さにつけ込んだな。父親失格の僕だが、一応は父親だからな。お前のこと全然気に食わない。結婚とか絶対許さねえぞ。覚えてろ、こんちくしょう。こんにちは。あら、ひょっとしてあなた。ごめんなさい、私は神木です。神木明成の母です。あの子がお世話になりました。明成のことを思い出していたところなの。もしよかったら少しお話ししない？そう、よかった。ね、座って。今日は特別な日だから。今日あなたと会えるなんてね、神様はいたずらが好きだから。今日はね、あの子の明成の誕生日なの。生きていれば二十歳になったのね。19年早すぎるよね。大人になれそうで本当になれなかったね。明成は遺伝性の病気だった。私はピンピンしてるのに、あの子は。生まれてすぐ医者に宣告されたわ。大人になれないだろうって。毎日毎日不安で、元気に産んであげられなかった自分を責めた。けど、あの子最後にこう言ったの。ずっとつらい思いさせててごめんね、母さん。僕は生まれてよかった。母さんの子でよかった。産んでくれてありがとう。つらい思いをし続けたのは誰よりあの子なのに。だけど、明成は幸せもたくさんくれた。生まれた明成を抱いた時のぬくもり、繋いだ手、笑顔、言葉、夜中に聞く寝息、今日も生きててくれてありがとう。毎日喜びをくれた。今はただ寂しくて仕方ないけど、あの子からもらったから、また精一杯歩いていこうって、そう思ってるの。たくさんおいしいもの食べて、いろんなところに行って、明成ができなかったことを全部私がして、そしていつかあの子に土産話をしてあげたい。私が向こう側に行った時にね。そんな楽しみでもないと潰れそうだから。そういえばあの子、病状が悪化してから童話を書いてたの。部屋を片付けてもそのノートが見つからなくて、書き上がったらあなたに一番に見せたいと言ってた。母さんは二番目ねって笑ってた。あの話は書き終わらなかったの。あの子、渡せたの？そう、そうだったのね。よかった。それだけが心残りだった。あまりにも道の途中だったように思えてね。そのノートは
あなたが持っていて。あの子もきっとそれを望んでる。私は向こう側で聞かせてもらうからまた楽しみが一つできちゃったな。会えて嬉しかった。ありがとう。ねえ、最後におばさんからのおせっかい。大切な人を大切にしてね。時が来てからじゃもう遅い。冷たくなった体にすがってももう遅いのよ。生まれたものはいつか死ぬ。アキナリア、私、あなただけじゃない、みんな等しく死んでいく。だからその前に何をなさなくてもいい。立派な功績なんていらない。ただあなたが大切な人を大切にしてあげてね。私たちはみんな生まれた悲しみを背負った者同士、ぬくもりや優しい気持ちを与え合えるはず。あなたもきっと誰かに大切なものを与えられる。それを忘れないでね。では次のニュースです。通販番組で知られるジカネット田中のジカネットコーポレーション。連日メディアを騒がせている田中社長の使途不明金に関して突撃取材です。現場につなぎます。はい、こちらジカネット本社前です。多くの取材陣が詰めかけています。もうすぐ田中社長がこちらを出てくる模様です。現場には緊張が走っています。何かあったら知らせてください。一旦スタジオに戻ります。謎が謎を呼ぶこの使途不明金、脱税なんて噂もささやかれていますが。脱税ですよ、完全に。田中社長ですからね。金にしか興味がない。視聴者を騙して金を増やす。金がいくらあっても足りないんでしょうね。一品寄付でもすればいいの。こうつけばりですからね。まあ落ち着いてください。現場に動きがあった模様です。田中社長が出てきました。なんとマイクを持っています。歌う気です。あなたのテレビにジカネット田中みんなのよくなったもん。はい、みんな、ジカネットは年中無休でお届け参上。安くていいもの独占販売、嬉しい悲鳴で騒音公開。株も右肩上がりで株取りガンガン落とします。買って勝ち組、買わなきゃ一生負けてれば。しょっぱい世の中のオンリーミラクル、それがジカネット田中よ。よろしくね。行ってしまいました。何やってんですか、あんたは。それでもレポーターか。コメントも取れない。さらにはタダで宣伝してやったようなもの。あ、待ってください。こちらにファックスが届きました。なんと渦中の田中社長からです。読み上げます。はい、
あなたの懐の親友田中よ、私の金は私の金、会社の金じゃないんだし好きに使っていいじゃない。言っとくけど恥ずかしいと思うことは何一つしてないわよ。だからあなたも好きにうちの商品を買うがいいわ。ジカネットは年中無休でお届け参上、買うのは今しかない。バハハーイ。使徒を明かす気はないようですね。どこまで恥知らずだ田中という男は。ちょっと金持ちだからって庶民の気持ちを踏みにじってる。あなた方庶民の代表としてですね、私は声を大にして言いたい。このような資本主義の原則の上に声太った。はい、ありがとうございました。どのような使い道かは不明ですが、人道的なものであることを願うばかりですね。では次、株の速報です。なんとジカネット株が急上昇しているとのニュースが入ってきました。写真見たことある？写ってるの真田先輩と桐城先輩と、去年事件で亡くなった新垣先輩。入学してすぐとか？新垣先輩もこの寮に住んでたのかな？すごく怖そうな人だと思ってたけど、でもこの写真、優しそうな目してる。素敵な写真だね。